この放送は第一カレンの提供でお送りします。今日は NWA 世界ヘビー級選手権、チャンピオンリックフレアにジャンボ鶴田が挑戦。天竜は半年ぶりにカムバックの原徳美、長州浜口組と対戦です。日水一人でいても気持ちはいつもあなたと一緒です。二人の一人乗り、フルチェンジ、ニュース鈴木蘭。さあ、横浜大会分断交渉に新たな事件が勃発いたしました。あの乱入者アシュラハラがリングにカムバック、全日本軍団として再出発を図ります。さあ、注目の男アシュラハラのリングカムバック、パートナー今夜は天竜でありますが、天竜もおそらく複雑な思いでチーム結成を余儀なくされたんでありましょう。やや不安を残すアシュラハラ、天竜チームが入場してまいりました。アシュラハラの表情はどうでしょうか。あの山形大会の乱入事件、長州力強津田沼暴行、許せない行為です。そして神戸大会、またしても長州軍団にテロ行為、リング乱入によりましてアシュラハラの存在をプロレスファンに植え付けました。果たしてどういう思いで試合に臨みますか。さあ、試合に先立ちまして、日本テレビからの花束の贈呈が天竜アシュラハラに今送られたところであります。この後長州力、アニマル浜口が入場してまいります。声に包まれました。満員の横浜文化体育館、受けて立つ長州軍団、長州力の怒りはものすごい。さあ、どんな報復を試みるか。おそらく先日のピンチがマットで繰り広げられることでありましょう。さあ、長州力とアニマル浜口、さあ相手はアシュラハラ一本に絞った。長州力とアニマル浜口、ダブルでアシュラハラを捉えて、まず場外青い鉄柱攻撃、早くも始まりました。報復のリンチ行為、場外でめった打ち、激しい勝負になりました。45分の一本勝負、ご覧ください、この長州力の怒りの表情。さあ、椅子を持ってもう一回アシュラハラをめった打ちにする。アシュラハラを今度は反対側の青い鉄柱に打ちつけた。早くも流血か。アシュラハラ、まだ自分の体勢を作ることができませんが、今目には目を、今椅子を取りました。椅子対椅子の対決になるようであります。まだ両チームのコールは行われません。さあ、これがアシュラハラ、おっと、天竜に打ちました。パートナーの天竜に打ちました。大変なハプニング、山さん、これは大変だ。またまた一大ハプニング、パートナー同士がやり合います。さあ、おっと、天竜全く手が出ません。これはそうでしょう、不意を食らいました。天竜場外に伸びています。そして長州力とアニマル浜口は冷ややかな表情でリング上、アシュラハラがマイクロを取りました。天竜選手、
さあ、アシュラー・ハーがまだ吠えまくっておりますけれども、ご覧皆さんにお聞きいただきましたが、さあ天竜が今流血の表情でリングに上がってまいりましたが、これはおそらく勝負にならないでしょう。パートナーのアシュラハラの行方ですけれども、カメラマンが追いかけます。カメラマンが追いかけますが、アシュラハラはもうあっという間に高橋の方に戻っています。さあ大変なことになりました。今日の対決はもちろん軍団抗争でありますけれども、やや趣を変えた、流れを変えた軍団抗争になるかと思ったんですが、大変な山田さんハプニングですね。ああ確かにね、このハプニングなんですが、はい、それで片付けてしまうにはちょっと問題が大きすぎますね。そうですね、ちょっとね、これアシュラー原選手あまりにもアンフェアですね。まあ、せっかくパートナーとしてリングに登場しながら、はい、ああいう形で闇討ちを食わせる、これはちょっと許せないですね。冒頭入場の時にやや不安な材料があるというふうに申し上げたんですけれども、その通りになってしまいました。アシュラハラ、今日はジャイアント桃選手の温情によりまして今夜だけ出場が認められました。しかし今後のことは今の段階では何も言えません。放送席に何のニュースも届いてませんね。そうですね、今後アシュラハラはどういう体制でリングにカムバックをするのか、まあしかしね、国際説明軍に入るのか、全日本軍団としてやっていくのか、全日本軍団としてやっていくということはこれで完全になくなりましたね。そうですね、さあリング上ただ一人天竜血だるまにされながらもまだ1対2で勝負を挑むようだ。さあおっとリングの下から大熊選手が来ましたぞ。大熊選手が来ました。大熊はリングシューズをつけておりません。もう勝負終わっております。さあ大熊ヘッドカットでいきます。長州力を目の敵にする大熊。さあ45分の1本勝負、アシュラハラに変わりまして、どうやら天竜大熊組が実現。さあ大変だ、天竜のカウンター、カード落とし。さあ長州力にカード落としを見せて思い切った攻撃を見せます。天竜再び生き返った。トップロープからグラインドエルボー、顔面をつきました。アニマル浜口高校、天竜暴れまくります。さあ大変な試合展開、天竜のパートナーは大熊は話です。相撲時代を思わせますね、山田さん。そうですね、しかしね、この大熊選手のね行為、今のところどういうあれでなったのか分かりませんが、とにかく彼のね気持ちは分かりますね。分かりますね。天竜のステップに出てまいりました。ステップを組んで精一杯の、ファイトをやってのけました。先ほどの大熊選手でありますけれども、まだまだ試合が終わったばかりなんですが、そことばかり大熊が出てきました。さあ長州力のサソリを食います。長州力のサソリを食います。さあ田沢さん、これはとにかく、まあ、めちゃくちゃですな、ほら。ちょっと収拾のつかないリング上ということになりますけれども、しかし現実に今勝負が行われています。ラキラリアット、リキラリアットで大熊がマットに沈んだ。これは倉持さんが早く止めるべき試合です。一気に勝負を決めました長州力であります。長州力が新しいパートナー大熊に力ラリアットで一撃、あっという間に勝負がつきましたけれども、しかし山田さん、放送席の方も冷静になりたいと思いますが、これは何というふうに説明していいのか、今のところ公式な発表が何もありませんので ね、しかしね、正式な試合と認めていいんでしょうかね。レフリーがね、はい、ちょっと山田さん待ってください。アニマル浜口です。あーどこだ、出てこー、出てこー。アニマル浜口、怒りのマイクロフォン、館内におそらくまだいるでしょう。アシュラハラを呼び戻そうとしております。さあこれが天竜であります。パートナーの仲間同士、アシュラハラに顔面を切られました。さあ一旦勝負が終わりましたが、相手は長州力だ。さあ1対1の対決になりました。これは望むところであります。長州力も怒った。再び長州力と天竜の新たなる構想、ちょっと趣を変えまして、この横浜で再び再現であります。果たして次期シリーズにどういう形でなだれ込むんでありましょうか。長州力対天竜、この大一番は山田さん、6月に入りますけれども、6.11 日本武道館で決着がつきそうですね。そうですね、まあ、ただ今日の試合で言えば、これはレフリーが続行を認めた以上、はい、ノーコンテストということにはならないでしょうね。そうですね、やはり大熊選手が新しいパートナーを買って出て、
試合が再開されたはい、この時点でやっぱり負けは負けとして認めなきゃならないと思いますね。今放送席に結果が回りましたが1分27秒長州軍団の勝利ということになります。綺麗に見えてもカビは隠れています。洗濯機のホースにも排水口にも黒い汚れはカビ。こすらずにカビを根こそぎカビキラー。バスタックスはスローが美しいって本当ですか？本当だ。鮮やかファインスローのバスタックス。テイスティースポーツ新カペラ誕生。カペラ、セモンプレジー。真面目に聞いてんの？どうなんだ！ここのとこ二人ともすごいパワーですね。パンビタンのおかげかな。健康に欠かせない10種のビタミンとカルシウムを補う。ビタン。新しいスタンダードが生まれた。ライト&テイスティネクストワン。時代は軽いけど深くなる。粒よりのアーモンドが丸ごとぎっしり。ビッグなビッグな美味しさです。美味しい。興奮した横浜大会でありますけれども、その興奮をまた自分の興奮に変えてしまうようなスタンハンセンの入場ですね。大変に入りきってますね、はい、さあ早速馬場に仕掛けた。もう相手はこの馬場だ。右と足で一打ス攻撃、キックの攻撃。さあ場外に馬場を追っていく、場外に馬場を追っていく。放送席からスタンハンセンの馬場が打ち据えた。さあ馬場も曲げていない。ハンセンと馬場がやり合う赤い鉄柱、馬場の死体。放送席前であります。スタンハンセンが一足早くリングの中に戻りました。気遣う石川、リング上はスタンハンセン仁王立ち、後ろから羽交い締め。さあ山田さん、あの PWF の一戦の遺恨がまだ残ってますね。うわーっと今度はテッドデビアスが石川を捉えた。ようやくリングの上は試合になりそうだ。テッドデビアスがカバーの体勢。カウントは2です。風浜さん、やっと試合が落ち着きましたね。やっぱりね、もう大変な幕開けでした。スタンハンセン、もう怒涛のようにリングに登場。さあリング上は石川とテッドデビアス。石川が張り切っているが、テッドデビアス技で返します。さあそしてクイックタッチのハンセン登場。石川隆と相対します。黒いトランクス、巨体だ、猛牛、不沈感、スタンハンセン。あっとフライング2パット、重いぞすごいぞ。そして因縁の一戦だ、ジャイアントママが入場。さあリングライン4つに組み合う、チョップの応酬。この一打一打に怨念が込められてますね、山田さん。そうですね、今日はあの馬場選手ね、はい、すごくスピーディーにね、連発してますね。さあ水平打ちでハンセンを仕留めるか。まずは第1弾、このぐらいではまだスタンハンセンは参りません。さあ追い打ちをかける水平打ち。おーっとギロチンドロップ、馬場が逃げた。風間さん、馬場のギロチンドロップ、いや今日は非常にいいですね。そうですね、あの最初のあの脳天が効いてますよ、はい。さあ馬場とのあの PWA 戦ですが、この口の中を切りまして、勝ったとはいえパイルドライバーで口の中を切りました。そしてラリアットで喉の奥を切りまして、1日その翌日の試合を欠場いたしました。こういう経緯があります。あーっとスタンハンセンもこのままではアメリカに帰ることはできません。エルボーを落とす毒針、ハントワン。全くその通りですね、山田さん。そうですね、もう最後のこの対戦なわけですからね。やはりね、あの馬場選手もね、ハンセンに対しては、はい、あの一発ではとても倒すことはできないということをこのよく分かってますからね、はい、連発してますね。そうですね。さあジャイアントボーは頑張っているんですが、テッドデビアスとこのスタンハンセンのコンビに捕まっています。さあおっと切って返した、ジャイアントババ水平打ち。1メーターテッドレビアスの体が宙に舞った。さあそして今度は石川の登場だ。石川株はこのところ上昇しっぱなし、己の人生をかけたスモータックル、左のぶちかまし勝ち上げ。さあそして今度はボディースラム。さ
あそしてギロチンドロップか、これも18番だ。日本でトロしてる石川が使いこなす、和田がスタンハンセン出た。スタンハンセンのブレンバスターか、ブレンバスター決まりました。そしてテッドレビアスに渡します。この3週連続のこのハンセンレビアスのコンビですが、山田さん、怖いコンビですね。大変に怖いですね、しかもね、力がね安定してますからね。おっと、石川がスモールパッケージホールド。田澤さんはこのコンビどうですか。あ、これはね怖いですよ、このコンビはね。そうですね、まさにパワーと、そしてデビアスもパワーがあります。そしてプラステクニックです。さあ今度は石川が頑張るがーっと、この辺はうまい2位を当てました。そしておっと、次はフォールレッグロックの体勢か、石川がうまく体を入れ替える。テクニックの応酬、今度は石川が危ない。両者スタンディングポジションを取ります。さあそしてジャイアントババにつなぎます。お互いこのハンセンとババ、ハンセンにとりましては負けましたし、まだ決着はついていないという気持ちでありましょう。さあババが送ります。水平打ち、水平打ちのランダから脳天空手割りであります。果たしてこのハンセンデビアスコンビ、ババからピンホールを奪えるでありましょうか。さあハンセンが非常に今日は暴れています。円錐切りですか。そうですね、円錐切りです。ちょっとね浅いようでしたが、はい、ヒットはしてますね。このシリーズはフライングボディアタックは見せるわ、スモールパッケージホールドは見せます。そして田澤さん、今の円錐切りから、はい、おっとドロップキックです。今シリーズのハンセンどうですか。いやー、えらい燃えてますよ、最初はね鎖の代わりにあの縄を持って入って、あれから燃えてるんですね。開幕戦は思えばあのブルーロープを打ち振っての反則暴走でありました。そしていろんな技を展開した今シリーズ、その決着をつける終盤戦、横浜文化体育館であります。因縁の一戦が行われています。テッドレビアスの連携が非常にいい、ダブルの攻撃、しかし馬場耐えます。デビアスが、はい、非常にうまいですね。そうですね、そしてこれはフェイスロックですか、山田さん。そうですね、形としてはフェイスロックに取ってますね。そうですね、非常にあの馬場選手 の, あの左腕のねところを注意してほしいんですが、はい、あそこで自分の右腕をフォローしてますんで、はい、はっきり決まってますね。あ、これはもうねじり込むように決まってるわけですね。要するにあのデビアスも、ね、はい、手を利用して攻めてるわけですよね、今の手でね、馬場選手が、昔マジソンスクエアガーデンで6回を落としたんですよ。ああ、そうですか、馬場の調子もいいと見ました。さあそしてサソリの体勢だが、ハンセンが出てきた。まあしかし今は、まあ、不発に終わったんですが、山田さん、このサソリスプリングトーホールド、ギロチンドラップ、石川のファイト、石川カラー、石川イズムってのがこう見えてきましたね。そうですね、非常にあの大物相手にね、はい、前線検討ね、ファイトの塊ですね。そうですね、まあ本当にね、あとね15キロ体重があったらね、と思うんですが、そうですね、まだね技の一発一発非常に良くても、はい、パワーという点では一つ足りないですね。180センチ110キロ石川隆。さあしかし小技を見せるんですが、これですね、やっぱり山田さん。そうですね、今あの見てますとね、はい、はっきりファイト通じないなというところがありますね。スタンハンセンは135キロ、実に25キロの差があります。上背でも12センチ違います。さあ石川が捕まって、これはたまらない、ダブルのドロップキック、ヘッドレビアス、おっとホールド体勢、カウント2こらえた。そうですね、あと15キロ欲しいですね。そしてこの肩から当たった石川、俺の技はこの相撲の出身者であるから重心ごとぶつかっていく、こういった技をどん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 もっとこれから開発したい、このようなことを言っていました。さあ今度はスタンハンセンがもう後ろにいるんですよ、山田さん。そうですね、驚きました。とにかくハンセンはねレフリーなんか全く無視して入ってますね。そうですね、16番、そして川沿いから川沿いの芝はデッドデビアス。まあこのハンセンからピンホールを奪えるであろうのはこのジャイアントババ、逆にジャイアントババからピンホールを奪えるであろうのはこのアローはこのスタンハンセンと、こういうことが言えるかと思います。両雄ぶつかります。さあそして今度はテッドレビアスに石川が飛んだ、カウント2、若い両雄が頑張ります。石川今度は何を持っていくか、ショルダースルー、しかしこれは浮かせたった、あ逆さを抑え込み、カウント2、流れは今のところハンセンデビアスです。
石川がスモータックルカイアドロップキック、飛び道具はいいぞ、飛び道具はいい、足がきれいに伸びた、そして対角線に振って、この後だが、この後だが、うわっと何を持っていくか、あーしかし今は下から突き上げたんですか、山田さん。そうですね、しかし全くできないですね。そうですね、さあ高山さん予告しましたよ、あーいったー、リングの上に大の字カウントスリー入った、ババ入れない、今夜もテキサスローコーンが横浜文化体育館高らかに鳴り響きました。石川も俺にとっては全てを投げ打って思い切ってぶつかっていける相手だ、たとえ相撲タックルに行ったところもラリアットが来ても俺は今日はやってみせる、その通り頑張ったんですが、やはりいかんせんこの体格の差、力の差、山田さん見つけられましたね。やはりね、あの投手はね十二分に変えますが、変えますがやっぱり壁はねあまりにも厚いですね。脂肪の爽やかさ、爽やかな君がたまらない、ロッテイタリアーノ。世間の手前美しく、スーツ人間のブレスレットウォッチ、セイコーパーク。第13回コンシロク杯ワールドレディース、世界8カ国からトッププロが集合、優勝の栄冠に輝くのは誰か、賞金総額4000万円のビッグトーナメント。トヨタの車がまたお買い得だって。いつ？今度の土日一緒に行きましょうか。はい、行きましょうか。はい、トヨタの日は明日まで。ミステリー、ミステリー、ハガサ事件だ。ビールと果汁が一つになった。日本で初めてビアリースカッシュ、ハガサ新発売。さて今度は第66代 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、リック・フレアの堂々たる入場が始まります。いかなる状況におきましても防衛を成功させなければならない世界チャンピオン。長州力戦は最悪のコンディションにもかかわらず全力を出し切りまして黄金のチャンピオンベルトを守り抜きました。しかし今夜は危険を感じています。さあ世界チャンピオンのリック・フレアの表情、過去の戦いで鶴田に敗れたという事実があるだけにプレッシャーのあるのは世界チャンピオンの方であります。今夜のフレアはただひたすら守りに徹するレスリングを見せるでしょう。手段を選ばず、これが世界チャンピオンの戦略かもしれません。ジャンボ鶴田とは4回目の世界選手権王者リック・フレア、ベルトを持って果たしてアメリカへ帰るか、それとも丸腰で昇進の帰国になるか。世界最高峰 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、ネイチャーボーイリック・フレア堂々の入場。試合前に日本テレビより両選手に花束の贈呈でございます。横浜決戦 NWA 世界ヘビー級選手権試合60分一本勝、試合に先立ちまして日本テレビからチャレンジャーこの男鶴谷、王者リック・フレア、レフリーのジョー・ヒグチさんに花束が贈られました。続きまして横浜文化体育館満員です。ロードブレアーズ会長によりますタイトルマッチ宣言です。NWA World Heavyweight Champion Ric Flair from the United States.
This great event is under the authority of the National Wrestling Alliance. April 24th, 1985. Lord James Blairs, President of the Pacific Wrestling Federation. どうもありがとうございました。ロード・ブレアス TWS 会長の横には立ち会い人のジム・クロケット・ジュニア元 NWA 会長がいます。そしてベルトの返還、ブルーザー・ブロディも、そして先ほど大暴れのスタン・ハンセンも支柱にできない世界のベルト、鶴田が最短距離にいます。自信の表情、ジャンボ鶴田。さあ両選手のコールです。本日のメインイベント NWA 世界ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。赤コーナー挑戦者260番のジャンボ鶴田、17回目の世界挑戦、今夜最大のチャンス、ジャンボ鶴田挑戦者です。赤コーナー NWA 世界ヘビー級選手権者260番のリック・フレア、第66代 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、失うか守るか、強音タップ世界チャンピオンリック・フレア、細かい技を見せます。さあ今度は逆さ抑え込みの逆襲に出た。さあ足が天井を向きます。カウント2まで入りました。横浜文化体育館のこれはおそらく鶴田のファンでしょう。足を踏み鳴らしての大声援。さあ動きが速くなりました。ショルダースルー、落差があります。上背のありますジャンボ鶴田、197cm、115kg、 いずれも世界チャンピオン、 185cm、 110kg を上回ります。体格ではもう圧倒的にジャンボ鶴田が上。リック・フレアも試合前に言っておりましたが、ジャンボ鶴田のこの大きな体が怖いんだということを山田さん言ってますね。いや確かにね、このハンディキャップというのがね、チャンピオンにとってね大変に辛いところですね。そうですね、しかしね、さあおっと山田さん、サイドスープレックスだ、これは決まったぞ、これは決まったぞ。さあここからどういうふうに突破口を切り開いていくか。いや今のねチャンピオンの受け方がうまいです。逃げの受けですね、はい、ダメージはあんまり負ってませんね。そうですか、風山さん、はい、イメージとしてはこの世界チャンピオンリック・フレアは守りの世界チャンピオンですよね。守りの、とにかく、まあ、王座を守るためには反則何でもやっていこうというわけですね、はい、パチンパチンと肉と肉がぶつかり合う激しい勝負。さあ NWA の世界ヘビー級の選手権試合、まずはコブラツイストに入りました。相手の腰を威嚇、そして腰での辺りをぐい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 締め付けます。チャレンジャーのジャンボ鶴田であります。山田さん、それからもう一つの見方として、60分フルタイム戦って1対0で勝ったことのありますジャンボ鶴田としては、試合の流れが長期戦になりますと鶴田有利という仮説が成り立つと思うんですが。そうですね、はい、あのスタミナ面では絶対にね鶴田選手の方が上ですね、はい、ただ私はねたった一つ勝つポイントはね、先手必勝だと思うんですね。そうですか。で要するにその先手というのは何かといったら、リック・フレアの足を殺すことですね。なるほど。これをやればですね足運の字封じになりますし、しかも相手の足を奪った後のバックドロップというのは絶対に効きますよ。相模原大会の対長州力戦の時にも壮絶な足殺し、まさにこの世界チャンピオンリック・フレアの足4の字固めというのは壺を得た攻撃、もう地獄へ直行という感じですからね。そうなんですね、まあ、鶴田選手はね相当耐えられるだけの足を持ってますが、はい、その先にですね足を殺しておけば、うん、絶対に勝てますよね、はい、さあ今度はバックドラップ、世界チャンピオンが打ってまいりました。後頭部をしたたかと打たれました。チャレンジャーのジャンボ鶴田であります。さあこの辺りから両選手の動きが非常に激しくなってまいりましたし、大技をもう間髪を入れず直射砲のごとく出してまいります。やや間を取ります。そして冷ややかな表情で、さあエルボーか、エルボー落とした、喉元にぐさり、世界チャンピオンリック・フレア通算して4年目を迎えます。世界のベルトを巻いて4年目、技のキレも山田さんそれほどたくさんの種類のホールド技を持っていませんが、一つ一つが重みが感じられますね。そうですね、ただね鶴田選手にとってはね、今のあのエルボーバットなんかはそんなに効いてないですね。そうですか、やっぱりあの、はい、軽いですからね、これぐらいのことで参ってたらダメですね。その後に打ったワンハンドで鶴田を抱え上げての背骨折り、この辺りちょっと表情が曇ってまいりました鶴田です。ああいうね、はい、そのワンハンドのバックブリーカーとか、バックドロップとか
こういうのは技は危険ですよ、はい、っていうのは鶴田選手は大きいですからね、自分の体重でダメージを負ってしまいますね。そうですね、さあ攻撃を仕掛けます世界チャンピオンのリック・フレアであります。何しろ世界一忙しい男、あまりに山田さん忙しいスケジュールのためにマイホームにも帰れないで家庭が壊れるという世界チャンピオンが過去いましたね。そうですね、まあこれは本当にね世界チャンピオンからもありとあらゆる意味で精神的にねものすごいハンディキャップを負ってますね。ですからねそれを克服して王座を守っていくその執念というのは怖いですよ。はい、審議体ともにタフではなくては世界チャンピオン務められませんね。本当にねもう超人的なタフさですね。リストを決めます、腕を決めます、その世界チャンピオン。しかしまだ足殺しは狙ってこないですね。どのあたりでフレアがこの鶴田選手の足を狙ってくるか、そこがもう勝負の分岐点ですね。そうですね、先ほど世界チャンピオンは大変に忙しいというお話をしましたけれども、しかしその反面破格のファイトマネーを獲得する世界チャンピオン山さん、このリックフレアも自家用飛行機1台持ってるそうですね。そうなんですね、まあ、やはり世界チャンピオンというのは男の勲章ですからね、これはもうプロの最高峰ですから、これはもうお金の面ではね莫大なものをね得てますね。そうですね、その裏が大変なわけです、やはりね、それだけの収入を得るためには、単に命を投げ出すということだけでないですね。世界チャンピオンのリッチマンぶりをちょっとご紹介いたしますと、リップフェアは自家用飛行機を1台、それから車が4台、ハウスいわゆる家が2軒、それからまた山と海沿いにリゾートのアパートを2軒持ってるというんですから、大変な財産家であります。やはり世界のレスラーが、どうしても取りたいという位置分かりますね。そうです、プロレスラーになった以上誰もが一度は絶対になってみたいと思うね最高峰ですね。これはやっぱり大変なね価値があるわけですよ。さあ勝負の方です、流れを作っているのは世界チャンピオンのフレアの方か、それともチャレンジャーのジャンボ鶴田がゆっくりとしたリズムで自分のペースに巻き込もうというのか、4つの体勢、力の入る対決、リックフレア対ジャンボ鶴田、60分一本勝負の NWA 世界ヘビー級の選手権試合でございます。小澤さん、いい勝負ですね。いい勝負ですがね、鶴田君が攻められてるはそれほど、ね、ダメージがないですね、僕はそう見てる。そうですか、表情じっくりとファンの皆様ご覧ください。顔を歪めてはおりますが、それは力比べ、満身の渾身の力を込めて自分の体勢に取りました。さあここからの流れどう作るか、悲鳴を上げる世界チャンピオンのリック・フレア。ここからの流れですよ、問題はね。そうですね、山さん、バック背を見せております世界チャンピオンですけれども、これは試合巧者のジャンボ鶴田にとっては得な姿勢じゃないですか。そうですね、しかしね、まだダブルアームスープレックスもできませんし、今のところ鶴田選手の方もやや攻めあぐんでるという形ですね、はい、ここからでしたら山田さん、普通の相手でしたらすかさず胴に手を巻いて、そうです、世界を取ったバックドロップいけるんですかね、はい、バックドロップも狙えるし、もうフルネルソン何でもやりますね。何でもいけるんですが、やはり身長を期してますね、そうですね、やはりね鶴田選手もそのあたりはね、はい、非常に老快になってきましたから、あまり勝負を焦らずに自分のパターンに持ち込もうとしてますね。さあ果たして日本選手として2人目の NWA 世界ヘビー級のチャンピオンになれるかどうか、ジャンボ鶴田であります。さあ非常に強気の攻撃を見せてまいりました。ダブルアームスープレックス、切って取るか、大きく弧を描いた、初めて決まりました、初めて決まりました、ダブルアームスープレックス、カウントがゆっくり入ります、カウント2までいきました。勝負の方はあっという間に15分が経過、NWA の世界ヘビー級の選手権試合であります。さあ片手はロープ、これをうまく使って反撃の体勢に出ていこうという世界チャンピオンのリック・フレア、汗が出てまいりました。コンディション作り万全なのはチャレンジャーのジャンボ鶴田。さあ今度はおっと背中を打ち当てるスリーパーホールド、鶴田スリーパーホールドに行きました。今夜ジャンボ鶴田が NWA のタイトルを奪取すれば、あのジン・キミスキー以来史上2人目の AWA、NWA 両世界王座制覇という大金字塔を打ち立てることになります。ジャンボ鶴田には是が非でも大偉業を達成してほしいと思います。日本プロレス界の頂点に立つ男、
前 AWA 世界ヘビー級チャンピオン、インターナショナルタッグ、インターナショナルヘビー級王者、ジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田が挑戦しているんです。完全に入りましたね。完全にスリーパーに入りましたね。あらかじめ後背が下がる、お尻の位置が下がってまいりました。両手にも山さん、来ているようですね。そうですね、自分の意思でね、なんだかロープを掴もうとしてますけれども、だいぶ効いてるようですね。スリーパーホールド効いています。まあ、がっちりと首に食い込んでいる世界チャンピオンにギブアップを取れば、この瞬間第67代 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、ジャンボ鶴田という名前が世界のプロレスファン、それから世界のレスラーに刻み込まれるんです。期待しましょう、期待しましょう。山田さん、今までの流れからいってどうやら期待できそうですね。そうですね、なかなか鶴田選手の、ね、パターンになってきましたね。ただね、もうくどいようですが、絶対に攻められてる時のリックフレアと用心しなきゃいけないね。この後の展開です。まだまだ裸締めを十分に聞かせたいところ。 NWA の歴史は約80年、連綿と続くこの歴史の中にあります。 NWA、AWA 両タイトルを取ったのは、先ほどご紹介の通りジン・キニスキーだけ。鶴田には史上2人目の期待がかかります。馬場選手は言っておりました、もう気は十分に熟した、世界チャンピオンになれる年齢だということを師匠ジャイアント馬場は言いました。鶴田今年34歳。山田さん、ジャイアント馬場が初めてこの試合を取ったのは36歳の時でしたね。そうですね。さあ、試合の展開の流れは一気に止まってまいりますか。場外に突き落とされました。山田さんのご指摘通り、まだまだ力を隠してますね。隠してますか。確かにね、瞬間的には腕にも来てるし、相当苦しい状態ですがね、これぐらいのことは何回も経験してますよね。はい。さあ、ロープを間に挟んでの対決です。さあ、後ろに回ったぞ。今度はローリングクラッチホールド、仕掛けは早い、十分だ、惜しい。大観衆がカウントを数えます。カウント2まで入った。ここは流れるような速射砲攻撃、鶴田この辺りから空中殺砲、あるいは世界を取ったバックドロップ、この流れを作りたいところ。しかしリックフレア体勢を取り戻して、今度はあーっと足くられた。反逆です、世界チャンピオンの反逆。スリーパーにはスリーパーでいきます。今度はバックドロップ、どうだ、頭を打った。力の入る世界選手権です。今の体勢はいい、しかしロープサイドでした。スリーパーを打たせておいてバックドロップ、よく仕掛けましたね。今のバックドロップはね、ものすごい威力あったと思いますよ。まさにルーテーズを超えています。もう一回ダブルでいった、惜しい。さすが世界チャンピオン、足をフックされました。足のフックはいい、足のフックはいい。しかしあまり強烈にフックを仕掛けましたので、これで山田さん、反対にリクレは足4の字へ行くことができないかもしれませんね。ちょっとね、足を痛めたような、痛めたようなポーズですかね。様子も見えますね。いや、表情を見ながら放送してまいりましょう。よくポーズを作る男です。あ、もう一瞬にして今度は生きのいい表情に変わりましたね。そうですね、この辺です、この辺です。さあ、今度は首投げ一戦。本当に素晴らしい NWA の世界ヘビー級の選手権試合、鶴田17回目の世界へのチャレンジ、リックフレアには4回目。さあさあさあ、相手の動きを見なくてはならない。世界チャンピオンリックフレア、紫色のトランクス、非常によく似合います。さあ、間に合った、鶴田間に合った。背は高いぞ、背は高いぞ。鶴田が身長では ほぼ12センチ上回ります。身長をうまく使いましたね。デッドリードライブだ、いいデッドリードライブですね。いい感じで当たりました。もう相手を7、8メートル吹っ飛ばしました。さあ、攻撃だ、さあ攻撃のパターンだ。鶴田世界度になるか。さあ、ジャンピング2パットか、ジャンピング2パットか。ラリアット、鶴田のラリアット、これで世界を取ったろ、これで世界を取ったろ。動きを完全に止めた鶴田、もう一回、もう一回いった。さあ、いった、ジャンボラリアット、ダブルで当たりました。このまま抑え込んだ、世界王者誕生か。惜しい、惜しい、惜しい。さあ、リングサイドにおります、リングサイドにおります。ジム・クロケット・ジュニアの顔色が変わりました。さあ、ロード・ブレアース、 BWF 会長の顔色も変わっています。さあ、しかしこの後ニークラッシャーだ、またしても反撃、またしても反撃、世界チャンピオンリック・ブレアー。山田さん、ジャンボ・鶴田が2発打ったジャンボ・ラリアットで勝負が決まったかと思いましたが、いやー、やっぱりすごい底力ですね。いやー、すごい男ですね、世界チャンピオンリック・ブレアー。あー、やはりポーズだったんです。
また起き上がる、這い上がる、これはね、もうダメージはかなりあると思うんです、はい、もう精神力ですね。そうですね、まさに世界チャンピオンベルトへの執念でしょう。ブレンバスター、一気に逆転か。世界チャンピオンリックフレア、 NWA 元会長ジム・クロケットジュニアと今目が合いました。さあそろそろ勝負に行くぞという自信の表情に変わりました、世界チャンピオン。さあリックフレア、足4の字だ、案の定来ました、完璧に入ります。お客さんの中から逃げろ逃げろの声援、逃げろ逃げろの声援、鶴田捕まった、鶴田捕まりました。これが怖いんです、あの長州力が再三にわたりまして仕掛けられました。とうとう長州力はこの足4の字固めを仕掛けられて、得意の、サソリ固めをことごとく失敗しましたからね。そうですね、やっぱりこのねダメージを負ってしまうと、はい、直接これでギブアップはしなくても、はい、その後の戦況にものすごく影響しますからね。そうですね、さあ力を振り絞って逆の体勢に入ったぞ、今度は鶴田が有利か、しかし有利ですけれどもダメージは受けています。今やっと両選手離れました。素晴らしい内容の NWA 世界ヘビー級の選手権試合、鶴田がダッシュなるか、それとも世界チャンピオンリックフレアタイトルを守るか。もう一回体勢を変えます、体勢を変えます。さあ金髪の貴公子世界チャンピオンリックフレア、もう一回起き上がってニードロップ失敗、ニードロップは失敗、右の膝を打っている。さあ鶴田の狙いは、次なる狙いは何か、次なる狙いは何か。さあ鶴田考えた、鶴田考えた、間を置いている、間を置いている、頭に技の組み立てを叩き込んだ。まずはキックを打ちます、そしてスピニングトーホールドと見せかけて足4の字。山さん、このパターンどうですか。これはね、技そのものよりもねチャンピオンの精神的に苦しめますね。なるほど、やっぱり自分の得意技をね、ああもうあっさりかけられた、これはもう心理的にしゃーい苦しいと思いますよ。風花さん、はい、長州力戦と同じように、はい、足対足の世界選手権ですね。これはねお互いにね、はい、そのフェイント合戦に、ね、うん、相当痛められてるようで痛められてない、お互い打診し合いながらのねバカ試合ですね。ああそうですか。さあこの危機感からどちらが脱出できるかどうか。リックフレアロープに手を伸ばしました、やや苦しそう。そしてご覧ください、これがフィギュア4レッグロッグ、ゆっくりと上樋口レフリーロープブレイクでこれを解きます。さあ両選手再び立ち上がった、これがチャレンジャーのジャンド・クルタ。さあ AWA に続きまして NWA の世界取りになるかどうか、史上2人目の大金字塔を打ち立てることができるか、チャレンジャーのジャンボ鶴田。さあ攻め込みます、攻め込みます。ちょっと上樋口レフリーに、暴行を加えつつあります、ジャンボ鶴田。これはいけない、これはいけない、冷静に冷静に冷静に、山さんあくまでも冷静にね。そうですね、ここまでいい試合を演じてるんですから、こんなところで墓穴を掘ってはいけません。さあ勝負が始まった、バチンバチンという鋭い音、破裂音が響きます、横浜文化体育館。さあ対角線上に放り投げてエプロンから場外落ちた、世界チャンピオンのリックフレア、鶴田が追いかける。さあしかし深追いは禁物、場外で勝ってもベルトは移動しない、再びリングの中に連れてこい、あくまでも四角いジャングルの中での勝負ではないと、 NWA の世界のベルトは移動しない。さあ連れてきた、連れてきた、世界チャンピオン再び入りました。チャレンジャーのジャンボ鶴田、顔面好調、大きくショルダースルー、カウンターのエルボは服を下した、フライングボディアタック、そのまま肩襟決まるか、フライングボディアタックから肩襟固め、惜しくも間一発跳ねのけられました。世界チャンピオンの底力を見せます、今度はもう一回バックドロップ、バックドロップ、しかしロープ際、まさに一進一退の好勝負です。山さん、いつ果てることのない、いつ結果がつくんでしょうか。もう素晴らしい世界選手権ですね。今のは惜しかったですね、惜しかったですね、あのフライングボディアタックね、はいはい、決まったと思ったんですよね。おっとリップフレアがロープ越しに鶴田を場外に送り出した、これはちょっとダメージを受けます、背中を打ちました、頭を打っている、チャレンジャーのジャンボ鶴田、カウントが始まっている、カウントが始まっている、世界チャンピオンのリックフレアも紫色のトランクス、場外でまずは一発、おお血中攻撃だ、おっとしかしリックフレアの体、リックフレアの体にこれがもろに当たりました、そ
側には NWA 元会長の、ジム・クロケット・ジュニアがいます。この右が立ち合い人のロード・ブレア会長。さあ鶴田が懸命にリングの中に上がろうとするが、おっとゴングを要請する。増肥口レフリーゴングを要請。カウント戦が行ってしまったのか。今案内のお客様に今告げられておりますが、どうやら両選手リングアウトという響きであります。なんという惜しい世界挑戦でしょう。ジャンボ鶴田、どうやらリックフレア長州力戦に続きまして両選手リングアウトで防衛に成功したようです。いやまだ正式な発表がありませんので分かりませんけれども、あ今来ました。26分飛んで1秒両選手リングアウト、引き分け防衛、断り分けということになりました。山さんどうですか。いやあの鶴田選手がですね、あの場外で逆転に成功して鉄柱にぶつけましたね、はい、あそこでちょっと気を緩めちゃったんじゃないでしょうかね。むしろあれは逆転しなかった方が入って結果的にはもっと試合が継続していたと思いますね。高山さん、はい、今日の世界タイトルマッチちょっとまとめてください。お互いにですね非常にあのよく読み合ってですね、心理作戦を随分、まあ、ふんだんに見せてくれました。大技にしても小技にしても結局まあリックフレアのしぶとさが勝ったということですね。勝ったじゃない、逃げたということですが、世界チャンピオンのリックフレアの胴に黄金の世界チャンピオンベルトが戻されました。そして日本テレビからの勝利のトロフィーが再びリックフレアに授けられます。今回の来日2回にわたりまして防衛に成功いたしました世界チャンピオンのリックフレア、全日本のマットで行われました48回目の NWA 世界ヘビー級の選手権。まあこの間ジャック・ブリスコ、テリー・ファンク、ハーリー・レイス、リック・フレア、テリー・フォン・エリック、こういった歴代の王者が来日いたしましたが、この間ジャイアント・コバ選手が3回世界王座につきました。しかし今日もその栄光の記録を打ち砕く野望は消え去りました。なんとか山田さん、2人目の日本人世界ヘビー級チャンピオン誕生を待ちたいですね。そうですね、まさにね火は熟してるんですが、うん、本当に紙一重ですね、はい、まあ、しかし今日の勝負はね、私はあのフライング腕アタック、あそこで決まったと思ったんですが、やっぱりあれがかわされた瞬間ちょっと嫌な予感しましたね。そうでしたね、試合は終わりました。両者リングアウトでリックフレア防衛に成功。リックフレア今回世界ヘビー級のタイトルマッチ11回目の経験でありますけれども、防衛に成功を果たしましたリックフレアでございます。正式なタイムをもう一度ご紹介いたしますと26分飛んで1秒両選手リングアウト防衛。リックフレア第66代 NWA 世界ヘビー級のチャンピオン、黄金のベルトを守り抜いた勝負でございました。ファンの皆様残念なことでありますが、ジャンボ鶴田第67代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンの誕生は見られませんでした。次回にチャンスを残しております。今夜はこの辺でまたリング上の領有を見守りながら横浜文化体育館からお別れしてまいりたいと思います。解説の方は東京スポーツ新聞社の山田隆、そしてベテランの田澤博さんでお送りいたしました。どうも皆さん。